はい、こんにちは、スプレーアート園の梅ちゃんです。ということで今日はね、シャッターに書いてっていうね、宇宙をドーンって書いてっていう依頼が来ました。何のお店だと思う？ほんでこのね、この時点で何のお店か当てたらマジで100万円あげるから。 OK、 取れちゃってますね、看板が取れちゃってますね。で、あーもうみんな分かったかな、良い子の良い子は分かったかな。社長、社長、社長じゃないよ。社長。社長じゃないよ。社長の奥様。社長奥様。何屋さんですかね。そう、沖縄県沖縄市園田三丁目8-11。じゃあこのお店に行きたいと思ったらぜひぜひここを検索して来てください。じゃあ今から何のお店か見ていきたいと思います。夜開いてるんですよね。夜開いてますね。なんか特殊ですよね、この感じの。そうですね。そうですね。いつオープン？22日に5周年の周年祭をやって、5周年の周年祭やって、はい、で今は改装工事中。そうです。 OK、 じゃあなんかね、バレないようにじゃあ下床を映しながら、はい、あ、いい音楽が。お、お、何屋さんかな。お、そう。おお。おお、コックさん。今日は僕をどの髪型にしてくれるんでしょうか。そうですね。モヒカンでどうでしょうか。モヒカンで。洋食屋のパストさん。おお。でもよく来させてもらって、本当にうまい。本当にうまい。で、10年間沖縄の、まあ、どこかのレストランで国やってました、ね、10年間もう17年間働いてて、20何年国やってて、27年間国やってて、あちこちでやってて、はいはいはい、で今もう親父が店やってたところで理髪店の後で洋食やってます。でまたあの看板のまだ理髪店の残してるの何か意味があるんですよね。あれはもう僕がちっちゃい時からかっこいいと思ってた看板なので、はいはいはい、残していこうと。でシャッター閉めちゃうと何屋さんか分からないんですよ、ね、リアステルにしか見えないんで。多分今僕の動画見てる人も騙されたと思います、ね、当たった人100万円だったんだけど多分手に入れられた人はいなかったと思う。いないと思う。おお、これは多分ファイヤー同士で喧嘩売られてるのかも。今から絵描いていきたいと思います。お願いします。洋平、何してんの？え、何してんの？仕事だよ。仕事じゃないでしょ。何？なんでサボってるの？え、サボってるでしょ。まだ何も書いてないのに。何も書いてないのにもう休憩やってる。違う、見てこれ。見せて。見て。見せて。もっと近く、もっと近く。もうね、玉ねぎだけで超うまい。本当に。うん。10年間。うん。本当に結構有名な、めちゃくちゃ有名なレストランで。うん。10年間料理長ね、料理長ずっとやってた人で、仕事辞めさせてくれなかったって全然。あ、本当に。本当にもうこの人抜けたらやばいみたいな。でさ、沖縄帰ってきてさ。うん。何が起こった？開いてないんだよ。どうもすいません。ね、だっていつ開くのかな。そう、ずっとね、毎日さ、いつ開くのかな、今日も開いてない、今日も開いてないね。どうしたみたいな。だってさ、帰った日はもうちょっと家に食べに行こう。そう、もうここしかなかった、ね、うん、楽しみに、本当に楽しみに閉まってる。で、あ、閉まってる、あ、そっか、今日休みなのか。で、次の日も閉まってる。どうした。でもう今マジで回転準備して5周年の。そう、やばい。見てこれ。いや本当に冗談抜きうまいから多分入れられてるかも。そういうレベル。何の薬入れてる。沖縄帰ってきてさ、あ、これ食べ行こうぜってさ、うん、そこしか頭にないってやばくない？そうね。本当ありがたい。いや本当本当に。うん、嘘つかない。毎年。ね、疲れた時ね、持ち帰りで電話して、うん、そう持ち帰りとか作ってくれるから、いつも電話して、忙しいね、うちは、うん。忙しいからちょっと作っといて。で、その日はあの空港。
について、うん、もうちょっと高かな、うん、いやちょっと待とう。待ちましょう。ちょっとやばくない？もっと近くいいよ。もっと近くいいよ。めっちゃ近く。うん。もっと近く、もっと近く。超柔らかい。超柔らかい。美味しい。本当に美味しい。待とう。これで元気をつけて、あの素敵なアートをお願いします。うん、これでいけるよね。はい、ということで。どうでしたか？見えるこの宇宙。心の中。もうすごい本当にね優しい方だからね。早くもやられてる。本当にね心の中本当に綺麗な方でねなんかもう、うん、真っ白純粋、うん。これがもう僕が芸術と考える宇宙です。うん、満足。はい、最高。じゃあもうちょっと、もうちょっとみんなに見えるように。そうか、俺だけに見えてるだけだな。そう。さあ、ここはカットされるのか。されるでしょ。次の料理が。なんだなんだ。これシェフ、スパイスにつけたビーフをあのブレッドと一緒に乗っけてます。パプリカの匂いがとてもいいと思います。うわ。ペッパーいっぱい振ってます上から。やばいよベロちゃん。これやばいよ。ちょっと一口ちょっと食べてみるじゃん。めっちゃ美味しい。やばいっしょ。やばいっしょ。うん、これな何依存させる何かを。そうですね。内緒な何かを入れてます。愛かな。愛。愛愛。これ愛が出るんです。だってさおかしいからね。また食べ行こうまた食べ行こうってやばいよね。やばい。食べてるね。食べてるね。みんな俺さ、演技下手なの知ってるじゃん。うん。めっちゃうまい。めっちゃうまいよね。めっちゃうまい。本当に。やばいですね。ありがとうございます。やばいですね。猫が集まってきてる。やばい。猫が集まってきてる。ちょっと待って。ああ、超かわいい。え、すごいね。やっぱり何か入れてるね。見て見て。何か入ってるよ。これ猫さえもおかしくしちゃう。何か入ってる。どっから出てきたこの見たことない。うん。ということで、楽しいと思ったらチャンネル登録と高評価とコメントもお願いします。アディオスアミーゴス。バイバイ。バイバイ。じゃあ次回はね、ガチで書いていきたいと思います。OK! バイバイ。